皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この日は仙台グランプリといって、北仙台の駅から歩いて数分の青葉体育館というところで試合が行われました。会場の入り口はこのようにトンネル状になっていまして、トンネルの下をずっとくぐって歩いていくと入り口にたどり着きました。入り口から入って右手の奥の方に体育館の入り口があります。体育館はというとかなり広くて、観客席もかなりありました。上からも見れるので、たくさんの観客の方に見ていただけました。これから1時間後に試合が始まります。今回のフロアは結構広いので踊りがいがありますね。楽しみです。頑張ってきます。ありがとうございます。先生頑張ってください、ありがとうございます。グランプリ終わりました。3位という、順位をいただきました。どういった感じ、どうでしたか、山口先生。いい感じで楽しめました、応援してくれてありがとうございました。本当にありがとうございました。会場でもたくさんの方に声をかけていただきまして、本当に感謝感激です。また次の試合に向けて頑張りたいと思います。またよろしくお願いします。ありがとうございます。